はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回のテーマは、楽器を上達するために知っておくべきことです。で結構知識的な話になるんですけども、これ知ってると知ってないのでは、大違いな内容となってまして、まあ、知ってるだけ、頭に入れておくだけでもですね、楽器の上達のスピードがぐーんと速くなりますし、あるいはですね、今までたくさん練習したのに、時間をかけて練習したのなかなか上達しない、なかなかできるようにならないといった場合でも、解決の糸口になるかなと。 思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回想定する視聴者は、パーカッションやドラム、打楽器を演奏している初級者、中級者の方ですけれども、他の楽器でも同じように当てはまると思いますので、各々ですね、ご自身がやっている楽器に脳内変換して聴いていただければと思います。はい、では早速ですけれども、楽器を上達するために踏むべき5つのステップというのがありますので、まずはこちらをご覧ください。はい、これはですね、楽器上達ってつまりどういうことなのって因数分解した。 要素に分けた形になります。で、今回はですね、演奏の芸術性とか、エモさとかですね、精神論的なものは一旦置いておいて、楽器のコントロールとかですね、演奏技術の向上に特化した話になっております。で、下からですね、ピラミッドみたいにこう積み上げていくようなイメージなんですねで。特にこのステップの下の方が重要度が高いです。 このステップの下の方にですね、抜けがあったりすると、上にどれだけ積み上げても必ずどこかで行き詰まります。で、その場合はですね、まあ下から見直していけばいいんですね。どこに問題があるのかなってチェックしていって、だんだんこのピラミッドを大きくしていくようなイメージです。で、まあこれだけ見てもですね、なんのこっちゃという感じだと思いますので、順番に解説していきます。はい、まずはステップ1。これが最も重要です。イメージを持つです。 これは言葉の通りなんですけれども、何か演奏して音を出すときに、それはどういう音を出したいのかっていうイメージを持ってるかどうかっていうことですね。温かい音を出したいのか、歯切れのいい音を出したいのか、金属っぽい音を出したいのかってことですね。もっと簡単なところで言うとですね、このアーティストのこの曲みたいに叩きたいみたいな感じでも全然 OK です。あるいはラルフ・マクドナルドみたいに叩きたいってこう、具体的なプレイヤーを 理想で、これイメージなかったら絶対上達できないかっていうと、実はそういうわけでもなくてですね、まあ筋トレするみたいに、物理的な練習をして、えー、フィジカルにですね、上達するっていうこと可能ではあるんですが、これイメージ持ってた方がですね、その成長のスピード、上達のスピードが圧倒的に速いです。なので単純に効率的ですね。 で、自分が上達するにつれ、より鮮明にイメージできるようになってきますし、そのイメージの幅もですね、どんどん拡大していきます。例えば、初めのうちはですね、誰かのコピーから始めて、あ,あの人みたいに叩きたいとか、あの曲みたいに叩きたいっていうところだったのが、それがだんだんですね、レベルが上がって増えていきますと、あ、例えばこれとこれを組み合わせたようなイメージみたいな、自分の頭の中でこう、化学反応を起こすことができるんですね。 あとは今まで自分が見たこともない、聞いたこともないけど確実にこう頭の中にあるようなこんなイメージみたいな感じで。もうそこまで行くとアーティストなんですけれども自分が初級者、中級者、上級者どの段階にいてもイメージっていうのは自分を高めてくれると思いますし単純にですね音楽を楽しめる次元がどんどん上がっていくと思いますので常に自分がどんなイメージを持っているかっていうのをチェックしてみるといいと思います。はい、続きまして楽器上達のステップ2は体のコントロールです。 はい。楽器を演奏するのはどこでしょうか体ですと。自分の体が思い通りに動かないと、思い通り楽器を演奏することはできないですよね。めちゃくちゃ当たり前なんですけども、この当たり前がですね、意識できないんですよ、なかなか。ちなみに、自分の体って自分の思い通りに動くと思いますか、まあ、これ正解はないんですけれども、楽器を演奏する上ではですね、僕は基本的には自分の体って思い通りに動かないもんだと、 思っておいた方がいいと思います。で、何か演奏している時に自分が思っていることと違うことをやってしまったとかですね、単純にミスってしまった。何回やっても同じところでミスってしまうとかいうのはですね、まあ、ほぼほぼこの体のコントロールと、および体に指令を出している脳に原因があると思っていいと思います。で、このできない自分と、まあ、思い描く自分ですね、イメージするものとのギャップを埋める作業が練習になりますので、 まずはこのですね、できない自分を知るっていうことが重要になってきます。はい、ではいきなりですけども、ここで身体チェックをやってみたいと思います。できる方はですね、動画を見ながらやってみてください。まずはですね、腕ですね。腕、右腕を上にして、腕を組む、腕組みを一瞬でやってみてください。いきますよ。せーの。はい。はい。どうでしょうかできましたでしょうかこれができました。次はですね、指ですね。 両手の指を開いて、指同士をこう交互にクロスさせて、指組みを一瞬でやってみてください。せーの。はい。はい、できましたでしょうか。じゃあこれができましたらですね、次は指開いた状態で、指の先と先、指紋と指紋をこうピタッとくっつける、重ね合うっていうのを一瞬でやってみてください。せーの。 <laughs> 僕できなかったんです <laughs>。できた方はおめでとうございます。え、これ何が言いたいかというとですね、え、人間ですね、ま、この程度のもんであると、身体能力が。で、やったことがある動き、え、やり慣れてる動きっていうのは、人間はすごいよくできるんですけれども、やったことがない動きに関しては、基本的には人間はできないもんだと思っておいて、間違いないと思います。偶然できちゃった。 としても、それって再現性がないんですね。二回同じことができるかどうかわからない。それって結構楽器を演奏するのに致命的じゃないですか。で、太鼓の例で言いますとですね、例えば、よく言うのが、こう、ストローク。太鼓を叩くのに、ストロークをするのに、まずは、肘。肘だけを上げてみてくださいって、よく言うんですよ。肘だけを、こうね、食いって。で、肘だけ上げると、 こう、肘から先の腕、前腕はダラーンってこう、操り人形みたいに下がるのがまあ普通というか、まあこれをやって欲しかったりするんですけれども、だいたい肘上げてくださいってこう上げる方がまあほとんどなんですね。こっちも力が入っている状態。あとは腕の回転の動きとかですね。例えば親指を外側に回す方向で腕を回転させてみてくださいっていうと、なんかこうなっちゃうみたい。な 腕だけじゃなくてもう自分の体までねじれちゃうみたいな方もいらっしゃったりするんですけども、これっていうのはですね、運動神経が悪いとかそういう話ではなくて、単純にもうやったことない動きできないよっていう話なんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、それは脳に覚えさせるんです。で、なんでやったことある動き、やり慣れてる動きがすぐできるかというと、それはもう脳が覚えてるんですね、その動きを。で、幸いにして何回も 同じ動きをやっていると、それは脳が覚えてくれる。セーブしてくれます。で、何か新しい双方を覚えるとか、今までやったことがない動きをやるっていう時には、必ずですね、ゆっくりその体の動きっていうのを確認します。で、その動きを繰り返す。反復することによって脳にセーブするんですね。で、セーブが完了すると、その動きっていうのは考えることをしなくても、まあ、ほとんど無意識か。 イメージした瞬間に瞬発的に行うことができると。で、楽器演奏ではこれを目指していくわけですね。で、この動きの複雑さによっては、そのですね、セーブまで時間がかかる場合もある。何日もかかる場合もありますし、まあ、簡単な動きだったらですね、もうその日にその場でできてしまうものもあるかと思います。で結構これ記憶の定着と似ててですね、こう、動きを繰り返して、セーブ、 してから寝るとかですね。睡眠をとって翌日やってみると、あ、できたってことはですね、結構あります。で、これって逆も言えて、この違う動き、例えば楽器演奏上ですね、良くない動き、効率が悪い動きだったり、どこか体にストレスがかかって怪我になってしまうような動きも繰り返してるとそれセーブしちゃうんですね。 これが結構怖いところで、誤ったフォームで一回セーブされてしまうとですね、正しいフォームでまたセーブし直したいな、修正したいなと思っても、これめちゃくちゃ時間かかるんですよ。なので、初心者の方がですね、初めのうちは、なるべく先生に見てもらった方がいいよってどんな楽器でも言うのは、これが理由なんですね。こう、誤ったフォームでセーブさせたくないっていうのがあります。で、先生に見てもらえない方はですね、もうとにかく鏡を見る。 鏡。あとはスマホのカメラですね。スマホのカメラで自分を撮って自分の動きを確認してみるっていうのをよくやるといいと思います。あとはなるべくゆっくりなテンポで練習しましょうってよく言われるの。これが理由ですね。例えばなんかすごい速い曲を叩きたいってことあると思うんですよ。速いソロを叩きたいとか速いフレーズを叩きたいみたいな。この時ですね、今までやったことがない速さでいきなりですね、やってしまうともう脳が追いつかないんですね。で、こうなんとなく、なんとなく叩けてしまうと。 ちょっとなんとなくをセーブしちゃうんですよ。これが結構怖いところで、そうなってしまうと、もう何回やってもですね、綺麗に叩くことができない、同じところで突っかえてしまうっていうような現象が起きてしまいます。で、この時の正解は、もう極限まで落とす、テンポ。で、脳が把握できる。で、自分が一個一個の動きを確認できる速さまで落として、あ、これはこう、これはこう、これはこうっていう動きをセーブさせるのが正解です。 そうすれば、いずれですね、その、目標の速さにもたどり着くことができるんですけども、いきなり早くやろうとして、なんとなくでセーブしてしまうと、もう一生ですね、たどり着けないっていうことになってしまいます。はい、続きまして、楽器上達のステップ3は、楽器のコントロールです。ここにしてようやく楽器登場っていう感じなんですけども、実はですね、今までやったイメージと体のコントロールの方が圧倒的に重要で、そっちがしっかりできていればですね、このステップ3は全然難しくありません。 あとはですね、もう楽、楽器に対してどういう働きをすればどういう音が鳴るのか。それを知ってればいいだけですね。これはもう知識ですね。それを知って一切すれば、それに最適な形で体を動かしてあげればいいというだけになります。で、打楽器、パーカッションなんかは特にですね、もう100%物理法則に従います。ほとんどですね、高校1年生、高1の物理で説明できるような内容ですね。落下とか。 衝突、反発、あと摩擦とか、なんだ、周波数とかですね。で、まあ解説ができる内容であると。で、これはですね、僕が普段上げているレッスン動画とか、ゼロから始めるパーカッションとかですね、見ていただければ各楽器ごとの特性っていうのを解説していますので、そちらを参照してみてください。でこれで終わっても何なのんなんなんで、一個お役立ち情報といいますか、体と脳の仕組みを利用した楽器のコントロール、上達方法っていうのをお伝えします。 先ほどですね、体っていうのは今までやったことがない動きはできないと言いましたけれども、これ実はですね、左右が対称の動き、えー、自分の体半分にして、例えば右手と左手を対称に動かす、ここがまあ鏡だとしてですね、動きっていうのは、実はすごく簡単にできるんですよ。 これ右手と左手がですね、違う動きをするっていう動きはめちゃくちゃ難しいですよね。ちょっと何かやってみればわかると思うんですけども、例えばこっちが星を描きながら、こっちが四角を描くとかですね。完璧にできないんですけども。例えば、左手で星を描くってできますか、えー、右利きの人ですね。 多分結構難しいと思うんですけれども、これ対象の動きでですね、右手と左手を同時に動かして、星を描くってやったらできませんこうちょうど反対の動きっていうか同じ動きをするんですね。これ結構できちゃうんですよ。で、僕これミラーリングと呼んでいるんですけれども、これを利用してですね、特に聞き手じゃない方、 まあ、多くの人はですね、右利きの方は、左利きが非利き手で、あんまり動きが得意ではないと思われます。で、こっちの手をですね、鍛える、レベルアップさせるために、えー、右手で動きを覚えて、その動きを全く同じ動きをして、左手に覚えさせるという方法があります。例えばなんですけれども、あの、シェイカーですね。シェイカーを、 左手で振りたいと思ったとします。で、左手だけで練習。まあ僕これ触れ、練習したんで触れてしまうんですけども、まあ触れなかったとしますよね。左手だけで練習するより、実は、まずは右手、利き手で触れるようになって、まずこの動きを脳にセーブさせますよね。 で、ほとんどもう無意識のレベルで体だと楽器がコントロールできるようになったら、その動きをですね、完全に、まあ、この対象、ミラーリングして、左と右で同時に動かすんですね。これ同じ動きっていうのは意外とできると思います。 で、できなかったらですね、なるべくテンポを下げてやってみてください。で、この動きをしたまま、左手を反復させて、この動きをセーブさせるんですね、さっきと同じ。こうすることによって左のレベルアップが可能になります。えー、まとめると、えー、例えばですね、まあ、右手で新しい動きを覚えたいときに、 ゆっくり正しいフォームを確認しながら反復させる。それを脳にセーブする。で、右手でセーブ完了を無意識でできるようになる。今度は左手にそれをコピーするんですね。で、今度は左手の動きを脳にセーブさせるってやって左手を上達させると、こうですね。 まあ、マルチプレイができるようになりますので、ぜひ試してみてください。はい、続きまして、楽器上達のステップ4は、音の認知です。これはどういうことかというと、自分が演奏している楽器の音、今出ている音がどういう音か、しっかりと正しく把握するっていうことですね。まあ、これも極めて当たり前のことだと思うんですけれども、意外とですね、自分が楽器を演奏している最中っていうのは、先ほど言ったステップ2とステップ3、体のコントロールと、 楽器のコントロールにかなり脳の容量を食われている、意識を持っていかれているので、意外とですね、自分が出している音を正確に把握することってできていないと思うんですね。特に初心者の段階は。なので、まあこれをですね、正しく認知できる方法、まあ簡単に3つありまして、1つはですね、思いっきり意識する。とにかく出音だけに集中する。今出てる音、これから出す音。とにかく音に 耳を傾けて、意識を集中して、そちらの方に脳の容量をですね、持っていくっていうこと。で、もう一つはですね、ステップ2、ステップ3、体のコントロール、楽器のコントロールを、なるべくレベルを上げるってことですね。練習してっていうことです。練習して、慣れることによって、その、使う容量を減らす。まあ、無意識化でできるようになると、他に使える容量が増えていくので、出ている音に耳を澄ませて。 集中することもできると思います。で、あと一つは録音して聞くっていう方法ですね。まあこれは結構やってる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、できればですね、もう演奏して撮ったのすぐ聞いた方がいいですね。まあこれ結果から逆算するみたいな方法論なんですけれども、まあ演奏してるときはですね、その演奏することにかなり意識がいっているので、その聞くことまで意識が回らないっていう、まあ補正をしてあげるっていうことですね。ギャップを埋めると言いますか。ただそれって、 あの、やっぱり数をこなさないと、あ、こういう風うに演奏したら、こういう風うな音になってるんだっていう、まあ、結果論を知るっていうことなので、理想的にはですね、やっぱりリアルタイムで自分が演奏した時にこういう音が出ているっていう、把握をできるのが理想かなと思います。なので、やっぱりですね、この前段階ですね、ステップ2、ステップ3をしっかりとやることが重要になってきます。はい、いよいよ最後のステップ。ステップ5は認知の拡張です。 なんか難しそうと思うかもしれないんですけども、すごい簡単に言うと、誰かと一緒に演奏するっていうことです。誰かと一緒にセッションしたり、アンサンブルするっていうことですね。で今まで自分ごとだけだったんですけども、今度は相手のことを考えなくてはいけないと。相手が演奏した、発した音を聞いて、把握して、それに対して自分が演奏するということです。でこれはですね、もう究極的には一種のメタ認知っていうか、自分以外の まあもう一人の自分がこう空からですね、俯瞰しているような感じで、まあ上から見ててですね、あ、相手が今こういうふうに演奏した。だったら自分はこういうふうに演奏しよう。あ、相手が多分将来こういうふうに演奏するだろうなって、まあ未来の予測を立てるわけですね。だったら自分はこういうふうに演奏したら盛り上がるんじゃないかってこう、まあインタープレイをしていくような感じに、まあ究極的にはなっていきます。 で、このメタ認知するためにはですね、今までやったステップ1,2,3っていうのはですね、ほとんどもう無意識化でできるようにならなくてはいけません。で、自分のことで手一杯だと、こう相手のことを考える余裕ありませんよね。まあなんかこう人生みたいなんですけれども、それと同じで、まあ自分のことはしっかりと個人練習で済ませておく。で、ステップ1,2,3無意識のレベルになった状態で、まあ相手と。 コミュニケーションする、メタ認知して、まあ、いい音楽を作っていくっていうのが理想形です。ただ、まあ、言葉で言うのは簡単なんですけれども、これがまあ僕もできるかっていうと、決して、まあ、いつもできるわけではないと。で、これに関してですね、僕の結論としては、今のところは、場数を踏むしかないな、と思っております。場数を踏むことによって、この認知を拡張していく、いろいろな、まあ、方法を試して、まあ、最適なやり方を、まあ、その都度、 えー、見つけていくっていう感じですね。はい。というわけで今回は楽器を上達するために知っておくべき5つのステップでした。えー、tips 的な内容を話すつもりだったんですけど、意外と深い内容になってしまいました。えー、効率よくですね、楽器を上達して、バンド、セッション、音楽、人生を楽しんでいきましょう。はい。こんな感じでこのチャンネルはパーカッションの情報、レッスンなど動画で配信しておりますので、参考になりましたら高評価、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。